佐藤和夫どうもチャンネルです。一昨年3月11日の東日本大震災で大きな影響を受けてずっとクローズでありましたが、まあ今日4月の7日でありますが再オープンしました。まあかなりこうクレーンが入ったりして大掛かりな工事してるなというのは知っていましたが、本当はこういうような形で改めてまたオープンできることは素晴らしいことだと思います。まあそしてあの地震はそうだったですもんね。こんにちは。検して検索を行わなきゃいけないんです。こんにちは。あのもうこんにちは。中入る前にちょっと庭見てみたいなと思ってます。ああ綺麗に整備されてますね、はい、うん綺麗だね。あずまいもそのまま残ってますね、はい、まあ、本当に大きく生まれ変わったなって感じがします。おはようございます。どうも。本当に一昨年3月11日以降にも来たことありますけども、あの状況を見た時には本当に再建できるのかなってちょっと不安もありましたけど、本当素晴らしく復活してるなっていう感じがしますね。はあ、屋根の部分が綺麗になってます。